30 Seconds to Mars は1998年に結成されたアメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス出身のバンド。俳優のジャレッド・レトがボーカル、リズム、ギターを呼び、作詞、曲をしている。30STM と略されることもある。1998年にジャレッド・レトとアニシャノンによってファミリープロジェクトとして活動開始。 後にマット・ワクターがベースとキーボードで加入したが2007年に脱退。ギターは二人入れ替わった後、オーディションでトモ・ミレセビックが加入した。メジャーデビューは2002年。バージンレコードとのインタビューによると、バンド名はインターネット上で見つけたハーバード大学元教授の論文から引用したとのこと。副題の一つが30セカンドツーマーズであり、 人間は皆火星まで30秒でいけるほどすごい、という人間の技術発展力について論じていた。このことが、バンドの音楽をうまく表現していると思い採用した。2002年にデビューアルバム、30 Seconds to Mars が、ボブ・エズリンのプロデュースによって発表されたが、評価は、別れ、アルバム売り上げは10万枚程度にしか及ばなかった。このアルバムから2曲のシングルが発表された。 と、エッジ・オブ・ジ・アース前者は、US メインストリームロックチャートで31位を獲得。2作目となるアルバム、A Beautiful Life は2005年8月30日に発表された。発表の5ヶ月前から一部内容が流出し始めていたため、後からボーナストラック、バトルをオブワンとハンターを追加した。さらに PR のため、12枚の CD には、 ゴールデンチケットとして、ライブへの無料招待及びバックステージパスを、同封した。日本人作曲家の尖山渡が参加している。2006年8月31日に、MTV ビデオミュージックアワーズの MTV に、アワードを、ザキルで獲得。しかし、ベストロックビデオでは、AFI の、ミスマーダーに敗れた。同年1月、同アルバムは、レコード業界協会によって、 プラチナアルバムとして認定された10月には MTV2 をスポンサーにウェルカムツーザユニバースツアーを実施共演バンドはヘッドオートマティカザレシービングエンドオブサイレンスコブラスターシップロックキルズキッド等2006年のマットのインタビューによると環境配慮がされていたツアーで ツアーバスの燃料に植物油を使うと言った。11月20日には MTV2 で From Yesterday のビデオを初放映。このビデオはアメリカのロックビデオでは初めて全編が中華人民共和国で撮影されたものである。このビデオは映画ラストエンペラーをモチーフにしている。レトの MTV マレーシアとのインタビューにて3作目のアルバムを制作中であり。 うち数曲はすでに海外ツアーで演奏していると答えた。しかし、2008年8月にバージンレコードはバンド側が契約期間内にアルバム3枚を制作しなかったとして3000万ドルの違約金を支払うよう訴えを起こした。訴えによればバンド側が7月に1999年の契約を否認したとのこと。その後の MTV とのインタビューで 新アルバム This Is All は2009年の4月下旬には発表する見込みであるとレートが答えた。新アルバムは信頼やスピリチュアルな面を取り入れる予定だと語り、1作目から2作目が大きな変換であったように、3作目も大きな変換を経ていくつもりであり、バンド自身も楽しみにしているとした。2009年12月4日にサードアルバム This Is All がリリースされた。 前作同様、世界各国でランクインを果たし、イギリスではいち早くゴールドディスクを獲得している。ちなみに、本国アメリカでは最高18位を記録した。2009年から始まった This is WOW のツアーは300公演を超え、6大陸、約60カ国で300万人を超える動員となった。1枚のアルバムでの最多公演数を記録するとして、 ギネス世界記録に認定され、2011年12月7日に、ニューヨークのハマースタインボールールームで、ツアー選集落と、ギネス世界記録認定を祝う、マーズ300が開催された。2013年5月、4枚目のアルバム、ラブラストフェイスドリームスをリリース。アメリカでは、発売初週に5万3000枚を売り上げ、ビルボード200チャートで6位にランクインした。 初週販売枚数は前作を下回ったものの、初のトップ10入りを果たした。バンドのフェニックス型のロゴには、バンドのモットーである、プロベヒート・イン・アルトムを記載。これは、深きへ進んでいく、または、簡単に、昇進するという意味。このロゴは、デビュー当時プロモーションで多く使われたが、アビューティフルライでは、バンドの名前と、モットーと共に、 三つの頭蓋骨と三つの矢で三位一体を表した新しいロゴが作られた。正式、ファンクラブ。一作目、30セカンズ・トゥ・マーズの挿入曲から由来。9月22日、大阪 IMP ホール9月23日、東京新規バスタジオコースト。ありがとうございます。